動的幾何学ソフトとは、コンピュータソフトウェアであって、主に平面幾何学の作図を行うことができるものを、言う。これらの動的幾何学ソフトにおいては、作図は、点、直線、円などを、マウスクリックドラッグによって行い、作図手順が記録される。作図を行った後に、幾何要素を動かして、作図全体を変化させることができるのが、主な特徴である。 変化させた時に変わらないもの、ことを発見できれば、それは、普遍要素の発見への出発点であり、変わるもの、ことが発見できれば、関数関係の発見の手がかりになる。また、作図の手続きを変えることによって、新しい図について調べることができる。例えば、三角形のそれぞれの辺の垂直二等分線を引くことによって、 三直線が一点で交わることが観察できるが、辺の垂直二等分線を他に変える。例えば、角の二等分線に変えるとどうなるかを調べることができる。あるいは、三角形を四角形に変えた時にどうなるかを調べることができる。動的幾何学ソフトとは、このような数学的探究を支援するためのツールである。作図、測定、変形。 奇跡等を行えるソフトのことを作図ツールと呼んでいる。編集中、イカリスト準備中、ありがとうございます。